はい、皆さんおはようございます。今日は2月の28日月曜日の朝となっています。えー、週末ニューヨークお休みではあるんですけれども、えー、まあ重要なニュースもいくつか出てきていたりですとか、まああとは えっと、マーケットちょっと、あの、この週明けぐらいですね、混乱したりするような状況になってくるかと思うんですけれども、まあ、そのあたりに関してもですね、ちょっとコメントをしたいなと思っております。あとはですね、ショーツ動画だったりとか、LINE の公式アカウントですね、まあ、ぜひそちらの方を概要欄、コメント欄の方にもあるので、えー、登録していただけると嬉しいです。まあ、そういったところを通じて、まあ、この YouTube だと結構出すまでに時間がかかってしまうので、まあ、そういったところを通じて、まあ、単発的にポーンと出せるものを皆さんにお届けしたいなと思ってますので、ぜひ のの方はは登録お願いいたします、はい、この放送はです、ね、ファンズ株式会社様ににスポンンサーになってていいただいておりますファンズは個人が企業に対して貸し付けという形で間接的に投資をできるプラットフォームになっておりまして主に年収500万円前後や資産1000万円前後の金融リテラシーの高い方々が使ってらっしゃるということなのでぜひご興味ある方は概要欄の方からリンクと説明の動画もありますのでチェックしてみてください。 はい、では早速ニュース見ていきたいと思うんですけれどもまずはですねブルンバーグの方から見ていきたいと思いますで一応この EU バンバンズトランザクションウィズロシアズセントラルバンクというふうにありますけれどもこれはですねヨーロッパの各国ですね、まあ、EU の各国がロシアの中央銀行とのやり取りというものをすべて遮断しますということを発表していましたでこれちょっと早いタイミングでアメリカも日本もなんですけれどもスイフト からロシアを除外することに対して賛同しますようなコメントも出てきているのでロシアがですね完全に金融システムに対してアクセスができなくなるような状況に今まさにあるとでこれに伴ってですねあのロシアにもう物資が入れないと今ですね EU の領空に関してはロシアの飛行機が今飛べないような状況になっているのでどん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 ですねこの 物の供給もお金の供給もロシアにできないしないよという状況になっていると。でこれに伴って今あのロシアの一般市民の方々が銀行に押,せ押し寄せて、まあ、どん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 ロシアの通貨のルーブルというものがあるんですけれども、まあ、それを引き出してですねどん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 あのドルに変えたりとか、まあ、そのローブル,ルーブルが暴落するので、まあ、それを今避けるような対策をまさに今この瞬間打っているというような状況になっているんですねで。まだマーケットはもうあの リクエリ,リ,リティを伴って、まあ、一般には開放されてはいないんですけれどもロシアンルーブルっていうのは今1ドルあたり84ロシアンルーブルぐらいで週末のタイミングでは取引されていたんですがマーケット空いたタイミングではこれ為替ですねについては1ドルあたり150ロシアンルーブルぐらいにあの、まあ、なるんじゃないかというふうに言われていますとなのでいわゆるそのロシアンルーブルの大暴落っていうのが起こるんじゃないかというふうに言われていますと。 はい、で、えー、これに伴って、えー、かなりですねロシアの国内では、まあ、その政治的なものに関わっている人たちは、まあ、緊張感が高まっていてロシアのプーチン大統領もあの核をですねあの使うぞということを結構脅しみたいな感じで今、してきているとこちらにもありますけれども、まあ、そういったことも今テーブルにまさにあるんだよとだから、まあ、あの気をつけろみたいな感じのけん制をしているわけなんですがあのここに来てですね非常に。 状況もますますす難しくななっってててきたなと思っていてこれまでであればマーケットはロシアプーチン大統領に対しての制裁は非常にポジティブに見ていたことではあるんですけれども今後こういった核に対しての言及がさらに進むことによって制裁が進むことが本当にマーケットにとってプラスなのかどうかっていうのは少し判断が難しいような状況になってくるんじゃないかなと思っていますのでまあ結構ヘッドラインがですね政治関連のヘッドラインが マーケットを大きく動かしていくんじゃないかなと思うので、まあ、その辺りまずは注目をしていきたいと思います。で、もう一つ非常に重要なのがスイフトから本当にロシアを除外することによってどんなインパクトがあるのかっていうのをこの記事は書いていますと。で、すごい長い記事ではないんですけれども短期的に紹介するとロシアとビジネスをしている、まあ、いろんな企業だったりとか国も含めてあの不利口っていうんですかね債務不利口が起きますと。 具体的にどういうことかっていうと、お金を送れなくなってしまったので、まあ、当然ですね、あのいわゆるちょっとデフォルトみたいな感じになったりしたりとか、あとはこれまでビジネスを行えていたものが、全くロシアの関連企業とは行えなくなったりもするので、いろんなロシア国外の企業が結構ですね、立ち行かなくなる企業も出てくると。厳ししい状況に経営として 直面するような状況になってくると市場ではですねその資金の必要性ってものがものすごい高まるというような状況になりますとなので今ですねアメリカの中央銀行だけではなくて世界の中央銀行が流動性をですねマーケットから引き上げようというような状況をこれまではしてきていたんですが、まあ、短期的にそういった企業がなかなかビジネスをすることが難しくなってくるとまたですねドルを供給をしないと ビジネスがどん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 潰れていってしまうような可能性も今まさにあるというような状況なんですね。なので、このスイフトをですね、本当にあのバーンして禁止してロシアをまあ締め出すみたいなことをやると、まあ、結構経済的なダメージの影響から今まさにやろうとしている方向の金融引き締めとは、まあ、ちょっと真逆のことを短期的にやらなきゃいけない状況も 出てきててきしまままうう可能性もありすすよといいううに言っていますなのでちょっとそのマーケットであの資金がジャブジャブだった状態を止めようとはしているもののもう少しちょっとジャブジャブにしないとダメだよねみたいな感じにもなりかねないというようなことが、まあ、この記事では書いてありました。でそうなってくるとじゃあどうなるかというともちろんあのどん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 何て言うんですかね資金が供給されることによって株式上だったりとか、まあ、流動性を あの、まあ、利用して、どんどん投資に使っていくっていう人も、まあ、一部出てくるかもしれませんし、まあ、あとはその核兵器の状況によっては、あ、ちょっとマーケットやばい、わ、大暴落だみたいな感じで、まあ、どん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 ですね、あの、落ちてしまっていくような可能性もあったりとかして、結構難しいような状況になってくるんじゃないかなと思っています。ま、あとはですね、あの、さっきいろいろと発表もあったんですけれども、ま、あの、各国の中央銀行の 中央,銀行とか中央政府の関連年金ファンドみたいないわゆるそのソブリンウェルスファンドというふうに呼ばれているところとかはロシアに関連したアセット、まあ、株とかロシアのルーブルも含めて、まあ、全部売却しますというふうに宣言をしている人も宣言している期間も出てきましたなので株式マーケットについてはあの非常にここ数日間というか多分もうしばらくの間、まあ、荒れる。 模様がでまあ今あのマーケットしっかり見れる相場という観点では仮想通貨しかないんですけれども仮想通貨もですね結構あの急落っていう感じではないんですよじわ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 今下げてきているような状況に、えー、あります僕もちょっと今ヘッジしてあのし始めているんですけれどもあの短期的にはもう少し下に突っ込むんじゃないかっていうのもあの、まあ、今状況としてはあるかと思います なのであの今非常に、まあ、何が言いたいかというとマーケットで売った方がいいですよということじゃなくてまさに今何でも起こり得る状況でプーチン大統領が核使うぞというふうに言ったらもっとさらに厳しいサンクションなり何なりとかっていうのを今後アメリカとか EU の各国がやっていく可能性もあって本当にあの今1日というか数時間おきに状況が変わる可能性があるような局面に。 な,っているとなので、まあ、過度なです、ね、あのレバレッジっていう取引はも絶対しないでくださいっていうのが一つあるという同時に、えっと、本当に短期的なそのいろんなニュースに反応して売買をしていると、まあ、どん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 手数料の観点でもそうですし、まあ、やっぱりその動きがどずっと続くっていうよりも、まあ、その一瞬の動きがジグザグジグザグ続く可能性も十分あると思うので何て言うのかな 後追いして、マーケットをま追っかけていくような感じになるとま結構失敗する確率も高かったりしますし、あの3時間後にはまたそれをですね。覆すような発言が出てきたりとかっていうのもあるので、まそういったところは本当に気をつけて、マーケットに向き合っていただければなと思っております。で、一応、僕も株式のマーケットであの株を結構保有しているんですが、そこについてはもう動かすつもりはありません。戦争に関連した。 銘柄持っているわけででもないですし、まあ、今その戦争にあの関連した銘柄だろうがなかろうがマーケットが混乱すればまあ大暴落みたいなことももちろんあるんですけれども、まあ、どういうふうに短期的にマーケットがリアクションするかプラスそういったマーケットに対してインパクトがある人たち中央銀行だとかバイデン大統領だとか、まあ、そういった人たちがどういうふうな発言を対応していくかっていうのはちょっと予想がつかないので落ち着くまでしばらくは何もせずにいようかなと思ってはおります。 はい、ちょっとあの混乱が生じるような可能性があるこの週明けのマーケットなので、まあ、気をつけてですねあの過度にリスクを取りすぎず安全第一で動いていっていただければと思っておりますはいちょっとあのまあ、ごついた感じの動画になってしまったんですけれども、まあ、朝一の今の状況っていうのを皆さんにちょっとお伝えをしようかなと思いましたはいということでまた次回の動画でお会いしましょうさよなら